白井明夫は、日本の女子競泳選手である。兵庫県宝塚市出身。宝塚市立宝塚中学校、兵庫県立宝塚東高等学校を経て、東洋大学国際観光学部在学中。6人兄弟の末っ子で、ケ視全員が、競泳選手という環境の中で、JSS 宝塚スイミングスクールにて丹田を、積み重ねる。2014年。 中学校3年の時に第54回全国中学校水泳競技大会女子200メートル背泳ぎで優勝。同年の第69回国民体育大会では少年 B 女子100メートル背泳ぎに優勝するなどした。2015年、高校は地元の公立校である兵庫県立宝塚東高等学校に進学する。2016年の高校2年の時には 広島でのインターハイでは女子100メートル200メートルの背泳ぎを共に制覇。同年の第71回国民体育大会の少年 A 女子200メートル背泳ぎも優勝した。2017年高校3年ではジャパンオープン女子200メートル背泳ぎで優勝。また夏の宮城県でのインターハイで2年連続女子100メートル200メートルの背泳ぎを共に制覇する2冠を達成した。 2018年、兵庫県立宝塚東高等学校を卒業して、東洋大学国際観光学部へ入学。同年のジャパンオープンでは、女子200メートル自由形のレースに出場し、1分57秒68で3位に入り、女子4200メートルフリーリレーの派遣タイムをクリアした。これにより同年の2018年、 パンパシフィックスイエー選手権及び2018年アジア競技大会に出場する競泳日本代表に選出された。同年のパンパシフィック選手権大会及びアジア大会では女子4200メートルリレー決勝レースでい原七し池江ルカ子、大橋ユイとチームを組みパンパシフィック選手権では7分48秒96の日本新記録を出して4位入賞を果たし アジア大会では七分五十三秒八十三のタイムで銀メダルを獲得した。そしてシーズン最後の日本学生選手権水泳競技大会では女子二百メートル自由形で優勝を果たした。二千十九年大学二年となってすぐの日本選手権水泳競技大会では日本の自由形第一人者の池江理香子が病に倒れて療養中という状況の中、 女子200メートル自由型決勝では1分57秒16のパーソナルベストを更新して大会初優勝を飾り本職の200メートル背泳ぎでも2分9秒58で優勝して2冠を達成した2020年東京オリンピックでは競泳女子800メートルリレー予選に井原七し池本なぎさ、増田葵と出場したが全体の9位で 予選通過はならなかった。ありがとうございます。